東京外語大学名誉教授であらせられる伊勢崎健治先生なんですが、いやー相変わらずね、平和の使者っぷりでびっくりしました。昨日ですね、たかが領土というね、大胆な発言をされたということで、いろんなところで話題になっております。まずですね、伊勢崎さんね、ご自身のねツイッターでね、こんな風に言ってました。領土のために死んではなりません、たかが領土です、ということで。これどこに向けて発言されてるんでしょうね。ウクライナに向けて言ってるんですか、ロシアについて言ってるんですか。これね、ツッコミ殺到でね、例えば新宿会計士さんね、ブログやられてますけど、私もたびたびね引用させていただいてますけど、新宿会計士さん、この伊勢崎さんのツイートに対してですね、たかが領土です、命をかけるべきものではない、ロシアは今すぐ国土の何十分の1に満たないクリミア半島とドンバスをウクライナに、カレリアをフィンランドに、カラフトと千島列島を日本に返しましょう、ということで、その通りですね。伊勢崎さん、こういう意味だったのって感じなんですけど、どうなんでしょうね。それからですね、天田久遠さんね、ミリタリーサスペンスシリーズね書かれている作家さんですけれども、この方曰くですね、そのたかが領土を奪うためにロシアは多数の人を殺している、この人はさぞかしロシアを批判しているはず、てんてんてんだよねって感じなんですけど、伊勢崎さんロシアのことあんまり批判されてないですよね。今すぐ停戦しろとか言ってやってましたよね。ウクライナはロシアに領土取られた状態ですから、ここで停戦したらロシアがね、領土切り取ることを認めることになるんですけれども、そんな停戦をねしろとずっと言ってらっしゃる伊勢崎さんね、これどうなんですかね。たかが領土なんですからね、ロシアに言った方がいいんじゃないのとか思うんですけれども、この人何言ってんだというところでございます。でさらにですね、伊勢崎さんね、これに加えてですね、こんな発言もされてました。人間の命は侵略者から守らなければなりません、人間の命は侵略を仕向け代理戦争を目論む大敵から守らなければなりません、そして人間の命は領土のために命を懸けようと国民を動員しようとする祖国から守らなければなりません、それが憲法9条の心です、というですね、素晴らしいポエムをですねツイッターに上げてらっしゃるんですけど、これもツッコミどころ満載ですよね。で、人間の命は侵略者から守られなければなりません、じゃあロシアからウクライナ守んなきゃしょうがないでしょ、伊崎さんですよね。じゃあアメリカがね、今パトリオットとかね、それから今度ね装甲車とかいろいろ供与しますけど、これも全然問題ないはずですよね。さらに言えばね、日本政府がね、地雷をね敷設するこの侵略者からウクライナの人々ね、兵士の皆さんを守るために地雷除去のね車両を提供するというねニュースね、これ朝日新聞がね、報じてるんですけど、これもじゃあ OK ということになりますよね。なんか練習用の車両もついてくるって、これどう見ても戦車なんですけど、これも出していいみたいなね話になって、まあ結構盛り上がってるんですけど、侵略者から人間の命が守らなければならないんだったら、日本からだってバンバンね武器出してね、ロシアという侵略者からウクライナ守んなきゃいけないじゃないですか。何言ってんの伊勢崎さんって感じで、もうこの1行目だけでツッコミどころ満載なんですけど、さらにですね、侵略を仕向け代理戦争を目論む大国って、これロシアや、これロシアでしょ伊勢崎さん。何ですか、アメリカを念頭にこんな話してるんですか。レーニンの帝国主義論みたいなので頭はもうなんか固まってんすかね。これ侵略を仕向け代理戦争を目論むって、これ今さベラルーシに侵略仕向けてるよね、ウクライナ行けってね、プーチンね、これロシアですよね、何言ってんすかみたいな話ですね。それから人間の命は、領土のために命を懸けようと国民を動員しようとする祖国、これもロシアですよね。ウクライナ行けって言ってね、無理やり動員かけてやってんのロシアじゃないですかね。憲法9条の心はですね、ロシアのような侵略行為許さないと思うんですけれども、なんかこれをウクライナに向けてるっていうのはこの人謎なんですよね。で、なんかカッコつけてこんなトランペット吹いてる写真出してるんですけど、もう痛すぎて見てらんないですね。何やってんだこいつみたいな。で、さらにですね、これで大炎上したんで悔しかったんでしょうね。その後にですね、こんなツイートしてます。国家のために銃を取らないのか、取るわけねえだろボケ、家族が犠牲になってもいいのか、その手に乗るかボケ、本当に侵略されたらどうする、そうなる前に敵と話そうともしない、ヘタレ政府を倒してやるわボケ、こんな感じの曲やります。演じるの演で、やりますとか言ってますね。あ、そうなんすかみたいなね。これもツッコミどころ満載ですよね。伊勢崎さん自身がですね、ぜひロシアにでも行かれてね、ロシアの侵略止めるためにね、話し合い、ね、お得意のその平和構築、ね、まあ、どれぐらいの平和構築されたのかよくわからないんですけど、それやったらいいんじゃないですか。この人ね、もともとこのロシア・ウクライナのね、この戦いが始まる前からですね、なんかおかしなこと言ってる人だなと、すっげえ上から目線でね、お前ら平和の作り方知らねえだろと、俺は知ってんだみたいな言い方なんで、すげえなんか気に入らねえなと思ってたんですけど、本性これだったということで、ああなるほどねと、なんか僕が感じた違和感でそんな間違ってなかったのかなと思いました。家族が犠牲になってもいいのか、その手に乗るかボケって、お前のその手に乗るかボケって話だよね。こいつ何言ってんのって感じですけどね。本当に侵略されたらどうするって、あなたそんなこと考えてないでしょね。この人ね、話そうともしないヘタレ政府って、話そうとしても来るんだよ。ウクライナ見てみ、ミンスク合意なんてさ、ロシア破りまくってさ、ゼレンスキー何度も話そうとしたけどさ、プーチン相手にしなかったじゃんでしょ。そういうのをですね、この人ね、現実を踏まえないでですね、停戦しろ平和だなんだって上から目線で言ってね、カッコつけてトランペット吹いてるっていうね、ちょっと許せねえなというふうに思いました。でこの件についてですね、我らが東野篤子先生がですね、こんな風にツイートされております。ウクライナが領土を譲歩すれば戦争は終わると、欧州諸国は全く考えておらず、ロシアに下手な妥協をする
すれば体制を立て直して再侵攻の恐れすらあるというのが欧州共通認識になりつつあります。そして戦争の終結が期待できない中、ウクライナにどのような安全の保障を提示するかが最大のアジェンダとなっています。来月の NATO 首脳会談が大きな山場となります。領土を譲歩すれば戦争が終わるとおっしゃるなら、ぜひ私などにではなく欧州諸国に対してその明確な根拠と終戦までの道筋を発信すべきです。貴重な独自根拠があるなら重宝されるでしょうということで、いや本当ですよね。伊沢崎さんぜひね、国際政治学者の端くれでもあるわけですからね、まあ、本当にねその端くれとしてですね、ぜひですねこういうことをね NATO にご提案したらいいんじゃないですか。滋賀にもかけられないかもしれないしね、相手にもされないかもしれませんけど、言うことは自由なんでね。いやこんな素晴らしいアイデアだと僕もぜひね参考にしたいなと思うんですけど、伊沢崎さんから出てくる話っていうのはとにかくウクライナ領土諦めろと、ここで戦争を終わらせるためにね妥協しろみたいな、そんな話しか出てきてないと。侵略者ロシアに対してね強く撤退を求めるような声明って彼から全然出てこないわけですよ。なんかおかしいですよね。平和とか言って平和の概念違ってねみたいな、でもほんと腹立たしいなと。平和を語るくせにね、実際にはもうウクライナの人を苦しめてるだけっていうのは本当に腹立たしいなというふうに思いました。いずれにしてもですね、空念仏のようにこのね平和を唱えたところで平和は来ないですし、なんか議論ひっくり返してね勇ましいこと言ってねカッコつけてトランペット吹いてもですね、まあ、何にもならんということです。でね、この手のね平和だとかなんとかってい こう場違いなことを言う人っていうのは、私が思うんですよ、これ私の論評ですけど、自分に酔ってんじゃないかなと。出来もしない理想論をですね大冗談から言って相手にマウントすることで自分に酔ってんじゃないかなという気がしてならないんですよ。まあ、極めて無責任な態度 で極めて無責任であると同時にね、本当に逆に言いたいですけどね、伊沢崎さんにね、本当にそれはヘタレな態度だと思いますよ。武力でね今ねウクライナを亡き者にしようとしているロシアに対してね全く向き合おうとしない、そういうですね極めてですね後ろ向きな態度がね、逆にこういう権威主義国家に足元見られる原因になりますから、来たらやり返すぞと、大変なことになるぞって言わないと奴らはですね本当に来てしまうんです。ウクライナは強かったんだけど弱いって誤解されてきちゃったわけですから、お前は何を言ってるんだというところでね、伊沢崎さんね本当にこの戦争が始まる前からねなんかおかしなこと言ってるなと思ったんですが、この戦争が終わってからの彼の行動言動を見るにつけですね、私がそう思った懸念というのが、ね、的中した、意外と俺なんか人を見る目あったなみたいなそんな感じで思いました。はい、ということでいろんな意見あると思いますので、伊沢崎さんみたいな意見に賛同される方はそれはそれで構いませんが、それは結局ね平和をもたらさないんですよ。戦争を助長するしね、それから侵略者に対してですねやったもん勝ちね、やったもん勝ち取ったもん勝ちみたいなね悪い教訓を与えてしまいます。国際秩序この後ぐちゃぐちゃになっちゃいますから、こういうのはダメなんです。平和を愛するからこそですね、ウクライナには勝ってもらわなきゃ困る、ロシアには負けてもらわなきゃ困るんですよね。ということでウクライナに栄光あれということでね、引き続き応援したいなと思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後コメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。